ピエトと表示するピエトプログラムコードピエトで記述したハローワールドプログラムピエトはプログラミング言語であり難解プログラミング言語の一つである。オックなどのいくつかの難解プログラミング言語を開発したデビッド・モーガン・マーがピエト・モンドリアンの作品に影響を受けて考案した言語で文字ではなく色を組み合わせて記述する。サンプルソースコードを一見するとモンドリアンの 赤、青、木のコンポジションのような抽象画のように見える。ピエトでは、有彩式18色と無彩式2色の計20色が用いられる。画像上では、色相と明度の変化の度合いによって、命令や定義が表され、同一色の塊の面積によって値が表される。データの処理はスタックを用いて行う。実行の際は、インタプリタが、ソースコードの画像上を移動しながら、 画像上に表現された命令を解釈して実行する。インタプリタは移動方向を示すディレクションポインター及び次のコダルの探索方向を示すコダルチャザーを持つ。DP は4値、CC は2値を取る。ピエとの命令の一覧を下記に示す。サンプルソースコード。ありがとうございます。